今日ですね、朝ツイッターを見てちょっと私思ったんです。思ったというかびっくりしたことがあって、豊島区という区がね、あの23区の中にありますが、豊島区の区議会議員の方がツイッターを上げておられました。10月1日から豊島区の中にある公園は全て禁煙になりましたっていう話だ。ああそうか、なるほど。喫煙する人も強制できる街づくりを努めますって書いてあったんですね。ああそうですか、それはいいことだと思っていたんです。そしたらよくよく聞いてみると、豊島区タバコ税の税収、これいくらあると思います皆さん。35億円入ってくるそうです豊島区。タバコを売ったお金、税金で歳入が豊島区だけで35億円です。びっくりしました。私もタバコを吸ってるんで、私も台東区にはちょっと余計納税してる方かなとは思うんですが、35億円あって豊島区の喫煙所を見てみると、私も何回か行きますが、駅前に大きなちょっと緑で囲った喫煙所がある。その他ないんですよね。35億円もらってたったこれだけしかないのかなと思って、その方に、豊島区の区議会議員の方だったんですが、先生それ1割でいいから3億5000万でいいので使って喫煙者のための施設を作ってくださいよとお願いをしたんです。ただ返事が珍しく返ってきまして、いや区議会自民党はそれを要請してるんですが、区の言い分は何分喫煙所は迷惑所なんで、あんまり大々的に作れないんですよっていう。いやいや、喫煙所が迷惑所、そのタバコを吸うことが迷惑なのかなと思うんですね。ルールを守ってきちんと喫煙するところでタバコを吸えば全く迷惑なことではなくて、逆に私が思うのは、そういったきちんと決められたスペースが目立つところにないから迷惑行為が増える、私はそのように思っているんです。ですから35億円も年間にタバコ税が入るのであれば、3億5000万1割使ってもです、10分の1でもいいですよ、3500万タバコ喫煙所、きちんとした屋根のついた屋内の喫煙所、そういうのが作れるはずなんですね。これは何百万ぐらいで多分作れると思うんですよ。ですから、そしてそのね、区議会議員の人が最後に言うのが、区はだんだんタバコを売る販売所を少なくしていこうと考えているようだっていう。何を言ってるんだなと思うんですよね。35億円も税収が入ってくるというドル箱をみすみす手放さずに、そこを上手に矯正していくのが政治家の役割ではないかな。だとすれば、もう豊島区は豊島区内ではタバコは売りませんので、タバコは売っちゃいけませんっていう条例を作るか、もう2つに1つだと私は思っています。ですから今後の豊島区のタバコ事情についてちょっとウォッチしてしっかりと見ていきたい。でその区議会の先生ともいずれはお会いして直接タバコ談義をしてみたいなと思っております。ありがとうございます。